はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、みのけんじです。さあ本日の動画はこちら、有馬記念が先日行われて見事エフフォーリアが勝って今年 G1 3勝目皐月賞天皇賞秋に続いて3勝目を挙げましたね。いや素晴らしい、まさに現役最強馬と言っていいでしょうね。まあ何せ天皇賞秋ではコントレイル、そして有馬記念ではクロノジェネシスを任してますからね。いずれもトップレベルのボバ牝馬を、ね、下しましたからね。来年はノコバ戦線、間違いなくエフフォーリアが中心で回っていくでしょうね。ではではレースをねちょっと振り返っていきましょう。菊花賞は横山和夫、収まってグランプリ有馬記念スタートしました。スタートはまあまずまずっていう感じかな。ましたがほぼ揃いました。さあ内からまず2番のパンサラッサ、まあ、予想通りにパンサラッサが逃げと。でこれタイトルホルダーも、ね、来たんですよね。一馬身半差、6番のウィンキートスが3番手につけました。その後一馬身相手、今日も先行策は12番のシャドウディーバ、外から上がりました。そしてインコースから1番のペルシアンナイト、この馬群に5番のディープウォンドもつけて、その後差がなく7番のクロノジェネシス、先段につけました。外からは15番の奇跡、先段の一角につけて4コーナーを回ってホームストレートに入りました。これらをやって10番のエフフォーリアは中段です。スタンドから拍手が上がります。そのうち4番のメロディーレーンがつけました。2馬身がいて9番スラベローチェ、エフフォーリアの後ろです。あとは3馬身がいて13番赤い糸が後方から5投目、ゴール板も過ぎていきました。3番モズベッロ、その後8番のユーキャンスマイルがいって11番アリストテレスはおしまいから2投目、14番アサマのいたずら最高峰で、まあ、1000メートル通過59秒5と今1コーナーから2コーナーカーブに向かいます。まあ、やや早めっていうぐらいかな。そんなに遅いっていうわけじゃなかったですね。ポツンと2番手、16番タイトルホルダーです。その後ろは3馬身、4馬身と空きました。6番のウィン・キートスが3番手、2コーナー回って向こう上面で2馬身差、12番のシャドウ・ディーバ、内1番のペルシアン・ナイト並んでいっています。あとは1馬身半がいて、5番のディープボンドが中段前、外15番の奇跡が続きます。その後ろ1馬身差でインコース7番のクロノジェネシス、外体半分、10番のエフフォーリア、2頭ピタリと並びました。今先頭まで15馬身ぐらい、あとは2馬身がいて4番メロディーレーン、後方集団9番ステラベローチェ、3番モズベッロ、13番の赤い糸おしまいから4投目、11番アリストテレスが行って3コーナー、8番ユーキャンスマイル、最後方14番アサマのいたずらです。各馬3、4コーナー中間600を切りました。さあ先頭2番のパンサラッサのリードがなくなってきた。並んでいく16番のタイトルホルダー、しかしパンサラッサ、ここでエフフォーリアが徐々に上がってきましたね。そして15番の奇跡、その外へと出していく10番のエフフォーリアが進出。さあ第4コーナーカーブ、さらに外からは9番のステラベローチェ、直線コースに入りました。今度はタイトルホルダーが先頭に変わった。これを追って5番のディープボンド、その外からエフフォーリア、残り 200m でエフフォーリア先頭に立ってそのまま押し切りとって感じですね。下がるディープボンド、そしてクロノジェネシス、ステラベローチェ追っているがエフフォーリアだ。エフフォーリア1馬身リード、ゴールイン。2着ディープボンド、そして2着がディープボンド、3着がクロノジェネシスと。現役最強を証明、ここに証明、エフフォーリア横山武史です。人気に応えて皐月賞、そして天皇賞秋に続いて G1 3度目の制覇。さあ見てもらった通り完勝でしたね、エフフォーリアで。着順がまあこの通りと、タイトルホルダーが掲示板確保の5着。これはね予想よりも頑張ったというか、外枠のね8枠ってめちゃめちゃ成績悪かったんで、有馬記念は思った以上に頑張ったかなっていう感じですかね。うん、まあパンサラッサはやっぱ距離が長かったかなっていう感じで、まあ予想通りっちゃ予想通り。ちょっと気になるのは浅間のいたずらがいつもだとね伸びてくるんだけど全く伸びなかったからね、もう終始最初から最後までずっと後方で、まあ全く伸びなかったと。でディープボンドが2着と、まあ力があることは証明してねしましたね。でクロノジェネシスが3着、まあこれで引退と。まああとは掲示板の5頭のうち3頭が3歳馬、
これはね世代交代の印象はね受けましたね。来年以降が楽しみですね。タイトルホルダーどうでしょうかね。まあ向いてるのはやっぱ長距離だと思うんでね。天皇賞春どうなるか、それは楽しみですね。まあとにかくエフフォーリアの強さが際立っていましたね。直線まくってきて上がり最速だからね、見事でしたね。で金量の2キロ差があるディープボンドも来たんで、来年以降どうなるかっていう感じでしたね。力の差はそんなにはないと思うんで、まあおそらく大阪杯で激突するとは思うんですけれども、あもしかしたら逆転っていうこともあり得るかもしれないですね。ディープボンドはあとはちょっと力的に差があるかなっていう感じはしましたね。ステラベローチェにしてもタイトルホルダーにしても、まあ距離適正的に見れば長距離は多分タイトルホルダーの方が適正あると思うんですけれどもね。まあ今はねあんまり長距離っていうのがね評価されてないというか、種牡馬としてもねそこまで重要視されてないからね。長距離は個人的にはね長距離レース好きなんですけれどもね。さあこれでエフフォーリアは7戦6勝、ダービー2着と、まあ、ほぼ完璧な戦績ですよね。来年以降どういったローテーションが歩むのか、まあ奇数に考えれば古馬の王道路線でしょうけれども、海外もまあもしかしたら行くかもしれないですね。まあドバイとか香港とか凱旋門はちょっと分かんないけれども、まあその辺はドバイ香港は十分あり得るんじゃないかなって感じですね。さあこれで今年の競馬はね終わったんですけれども、まあ年度代表馬はエフフォーリアになると思うんですよね。ラブズオンリーユーがね今年海外 G1 参照してますし、どっちだっていう議論はあると思うんですけれども、個人的にはエフフォーリアになるんじゃないかなと思いますね。まあもちろん最優秀古馬の牝馬だとラブズオンリーユーが間違いないと思うんですけれども、まあもしかしたら他にも海外 G1 参照史上初っていうことで何らかの特別賞とか他にもあるかもしれないですね。まあそれぐらい素晴らしい記録ですからね。まあ来年どうなるか非常に楽しみですね。今年の競馬をちょっと振り返ると、今年はそうですね世代交代っていう印象を受けましたね。まあコントレイル、グランアレグリア、クロノジェネシス、ここ数年トップを争っていた馬たちが次々と引退して、でエフフォーリアが G1 を3勝、まあそのうち2つが古馬相手となってるんで、非常に世代交代っていう印象を受けましたね。スタートもね、帝王ケインズが非常にね、強い勝ち方したんでね、チャンピオンズカップ。これも来年以降、楽しみですね。チャンピオンズカップの勝ち方がね、すごかったからね、来年以降、絶対王者感が出てくるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、あとは、3歳勢がどうなるかっていう感じなんですけれども、ちょっとね、今年の3歳馬に比べると、来年の3歳クラシックちょっとレベル的に下がるというか、力的にちょっと下がるような印象を今のところは受けるかな。なんかそんなに際立って強いっていう馬があんまりいない印象なんでね。まあイクイノックスが結構強いとは思うんですけれども、結局ホープルとかも出てこなかったんで、まだちょっとわからないかなという感じですね。まあ、あとは新種牡馬、近年出てきた、まあ、エピファネイア、キズナ、まあ、ロードカナローとか、まあ、その辺がどんどん台頭してきて、まあ、リーディング上位になってきてっていう感じですね。まあ、ディープインパクトのリーディングはまだ続くかなっていう感じなんですけれどもね。まあ、さすがにすぐにはね、落ちてこないんで、そうですね。あと数年、2024年とか、まあ、そのぐらいになればね、またちょっと、だいぶディープインパクトのリーディングのランキングっていうのは下がってくると思うんで、まあそれ以降ですね、まあエピファネイアだったりロードカナワだったりが、まあリーディングの争いするのかなっていうのはね見えてますよね。まああとは個人的には近年大物の種牡馬で、まあ、ブリックス&モルタルとか、まああとはカルフォルニアクロームとか、
まあそういった歴史的な名馬がどの程度ね活躍してくれるかっていうのをね今後注目したいですね。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。あとブログもやってるのでね、そちらもよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。